というところで、えー、始めていきたいと思います、えー。コミットメッセージ規約、コンベンショナルコミッツを導入してみようというタイトルで。いいいはい。よろしくお願いしますメッセージ規約。コンベンショナルコミッツを導入してみようというタイトル。はい。えっ、ー、と、まず自己紹介をさせてください。はい。えー、私、大津と申します、えー。バックエンドソフトエンジニアで、えーと、ベース株式会社からやってきました。えっ、ー、と、普段はまはあ、ベースにまつわる えーとサービスの開発をしているんですけども、それ以外だと PH、PHP 系のカンファレンスに登壇してたりだとか、あとは、ちょっとこれは副業になってしまうんですけど、執筆してたり、あとは、社内のアウトプットの文化を、アウトプットをまあ促すために、登壇のサポートをしてたりっていうのをしています。はい、自己紹介はこんなところではい、で、皆さん、まずですね、最初に。 こんなコミットメッセージ見たことありませんかっていうのですね。はい。えー、まず、バグを修正した。うん。何のバグを修正したのかわからない、えー。プルリクで指摘されたので修正。うん。なぜ修正したのか。プルリクでどんな指摘があったのかわからない。ウィップ。うん。作業中のコミットをマスターにできれば入れてほしくないなっていうと。はい。えっ、ー、と、これらのコミットメッセージ、なんでダメかっていうのを一言で言いますと。 えっと、コミットメッセージっていうのは、他人が見るものなので、えっと、他人が書、えー、き手の意図を理解できていないとダメというのいますと。じゃあ、どんなコミットメッセージなのかだったらいいのかっていう話なんですけども、ちょっと今回、それが本あの主な主題じゃないっていうのと、ちょっと話すと時間かかってしまうっていうのもあるので、まあ、詳細はちょっと過去の、えー、と登壇資料とかアウトプットに譲りたいと思いますので、あのぜひあのそちらの方を見ていただければなと思います。 が、ちょっと全く説明しないのもまずいので、ちょっと簡単にご説明しようかなと思います。ちょっと例題を交えながら話そうかなと思います。えっ、ー、と、まず、このバグを修正したっていうコミットメッセージ。じゃあ、具体的に何がまずいのかって話なんですけども、えっ、ー、と、まず、何のバグかそもそもわからないと。<laughs> あの、<laughs> まあ、このバグって言ってもいろんなバグがあるのでね、まあ、それは何のバグだったのかわからないよっていうのと、 えっと、そのバグでも、例えばエラーが表示されていて、それを解消したっていうのと、なんか画面の描画スピードが遅くて、ね、それをパフォーマンス的な理由で改善したっていうのだと、全然理由違うと思うんですね。なので、なんかこのバグを修正するにあたっての背景っていうところが、まあ、理由にあたるものがないので、それも分からないと。で、あとはまあこれ、複雑な変更とかしてたらそうだと思うんですけど、 まあコードを見てもちょっと直した理由よく分かんないっていうときに、このバグを修正しただけだったらちょっと分からない。うん、じゃあプルリック見ようかとかあの、その人に聞こうか。うん、でもその人今、今日は休みだしなとかなったらちょっとおにゅにもならないので、まあ、ちょっとこのコミットメッセージからだ,だけでなんかできれば分かるようにしてほしいなっていうのが本音かなと思います。じゃあ、このバグを修正したっていうのを、このコミットメッセージをちょっと改善するとどんな風になるかっていうと。 はい、こんな風にちょっと直してみました。これもちょっとざっと説明していきますと、えーとまあ、まず、えーと、バグって一言で言ってたものが、まあ、カスタニマーにまつわる機能のバグの修正をしたのかなみたいなのが、なんかこのフィックスカスタマーっていう、まあ、これプレフィックスって言われるところなんですけど、まあ、そこで分かるのと、あとは、ああ、なるほど、18歳未満が新規登録できないっていう不具合があったのねっていうところが、あの詳細がそのバグの詳細がより 分かったっていうところで、どこで何のバグが起きてたっていうのがここで分かりますと。はい。で、さらに詳細の理由も、詳細の修正内容も書いてあるよっていうところで、あ、なるほど、チェックボックスのところのバリデーションがバグがあったのねみたいなところとか、あとはまあ18歳未満にはなんかその保護者の同意が求められる、保護者の同意っていうのが求められるけど、それがうまくいってなかったから、 あじゃあ、それは直さなきゃいけないねっていうところで、まあ、理由とか背景分かるよというところです。で、最後に、まあ、ちょっと今回例なんですけどもあの、チェックボックスのバリデーションにまつわるちょっと URL があったので、C o r s o って、まあ、こ参照したリンクが貼ってあっているので、まあ、並べる、触ったことある人とかだったら問題ないと思うんですけど、例えば、えー、とチームで新しく入ってきた人で、並べる触ったことない人でも、なんか、 コー,コードリーディング中とかあのプルリクのレビュー中に、うん、これでもバリデーションの修正したっぽいけど確からしいかわかんないぞってなった時にこのリンクを見ればあなるほどねこれこういう仕様があるのねなるほどこういう仕様通りに修正してたのね、うん、うんちゃんと修正できてそうっていうところまでわかるっていうところがあるのでまあ親切だなというところで まあバグを修正したってコミットメッセージよりはこっちの方が親切でしかも情報量もあって分かりやすいよねっていうのがあります。はい。じゃあここまで話したところで皆さん分かりやすいコミットメッセージ書けるようになりたいと思いませんか <laughs> もしかしたらこうも思ってる人もいるかもしれないですねあの。誰でも分かりやすいコミットメッセージ書けるようになりたいとあの。っていうのが、えー、と個人開発とかだとちょっと別かもしれませんが チーム開発とかだと、開発ってもちろん一人だけでやってるわけじゃないのであの、なんか自分がもうほとんどのコード書いてるんだぜとかだったら別なんですけど、自分が書いたコードよりも、あの他の人、自分以外の人が書いたコードの量の方が圧倒的に多いと思うんですね。で、で当然ながらあのコード量にあのコ,ミットメッセコミットの量っていうのも、まあ、割と比例すると思いますので、なんか 自分以外の人が分かりづらいコミットメッセージとかを書いてたら、そのリポジトリの中も、なんか分かりづらいコミットメッセージがいっぱいあるみたいな状況になってしまうと。でそうなっちゃうと、結局、そのリポジトリのコミットメッセージとかをどんどん読んでいくっていうメリットがなくなるのかなって。だから、僕だけじゃなくて、僕以外の人も分かりやすいコミットメッセージ書けるようになりたい。そう思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。大丈夫です。 それらの問題解決できるものがあります。そう、それが今回ご紹介するコンベンショナルコミッツになります。というところで、えー、とコンベンショナルコミッツの説明に入っていこうかなと思います。はい。じゃあ、コンベンショナルコミッツ、どういうものかって言いますと、えー、と一言で言うと,、えー、と、コミットメッセージの規約です。えー、コミットメッセージの形、まあ、なんか本文とタイトルで構成されていることとか、あと、プレフィックス、まあ、説答詞って言われてもですね、とか、 まあ、みたいなのがいろんなルールがあったりというのと、あとはまあこ,のコミットこのルールは守ってねっていうのとか、まあ、これはちょっと守って別にあ,のあるといいけど、まあ、別に守らなくても最悪いいよみたいなのとかあったりします。であとはもともとこのコンベンショナルコミッツっていうのはアンギラーの規約であのコミットメッセージの規約があったんですけど、それにから生まれてきたっていう背景があったりします。というところで、あの 実はですね、アンュラーのリポジトリの contribute.md とか見るとあの、今回のコンベンショナルコミッツに書かれているようなことが大体書いてあったりとかします。で利用実績で言うと、エレクトロンとかヤーグスなどでも利用されています。はい、えー、コミットメッセージの規約であることはまあ分かったと。じゃあ、規約って言ってもどんなルールがあるのかっていうところなんですけども、はい、えっ、ー、と、 いろんなルールがあるんですけども、例えばプレフィックスにまつわるルールとか、タイトル、本文、フッター、破壊的変更にまつわるルールとかあります。で、ちょっと全部ざーっと説明することもできるんですけども、それは正直あ、のあのその規約が書いてあるルールをじっくり見ればいいので、今回はちょっとなるべく多くのルールを適用し,てしたそのコミットメッセージを例にして説明してみようかなと思います。はい 今回、これが例レルレになります。一個一個話していきます。えっ、ー、と、まずは、プレフィックスですね。えっ、ー、と、ま、窃盗子にというのに当たるもので、えっ、ー、と、ま、今回は、えっと、フィートっていうプレフィックスと、あと、カッコっていうのが、今回、スコープ。まあ、何の、今回だと何の新機能を実装したのかみたいな部分に当たるところで、今回、アドミニスター、まあ、管理者にまつわるものなので、まあ、フィートカッコアドミニスターで、 管理者にまつわる新機能を実装したんだなっていうのが、これだけで分かりますと。はい。っていうところが、このルールの1行目、2行目に書いてある内容ですね。あとは、今回、フィートっていうプレフィックスの型を使ったんですけども、フィックスっていうまあバグの修正の型とか、あとはえと例だとまあドックスっていうドキュメントの修正とかにまつわるプレフィックスとか、いろんな型があるので、それも使ってもいいよっていうのがあったりします。 はいまあ、ここはプレフィックスにまつわるルールですと。で次はタイトルですね。タイトルはそんなになんかいっぱい書いてないですね。タイトルの形以外にも、えっとまあ、コード変更の短い要約を書いてくれっていうのがありますと。なので、さらっと,、えー、と今回の変更の要約をちょろっと書いてあげてると良いっていう感じですね。じゃあ、あ要約は要約なので、さらに詳細の部分はじゃあどこに書くんだっていう話が。 次の、えー、と本文に関するルールということですね、えーと。ここがタイトルで、この次1行を開けて本文というのを書いてほしいというところで、まあ、本文は何か開業していろいろ長く書いてもいいよというのが書いてあります。まあ、例えば今回の例だと、まあ、ようやくの詳細の部分、えーと、新しいモデルへ譲渡、あの管理者の信証や認可を新しいモデルへ譲渡というところで この新しいモデルが何かっていうのが、まあ、新規アドミニスターモデルっていうのが書いてあったりとか、あとは、じゃあそもそもなんで管理者の,その認証や認可を新しいモデルへ移行したのかっていうところが、えーとまあ、管理者をちょっと別のモデルとして扱いたいと、もともとユーザーモデルに、多分管理者の機能と、なんか管理、会員の機能とかもモデル1個のモデルにあったんでしょうね。それをまあちょっとちゃんと分けて別のモデルとして扱いたいよっていうのが。 理由みたいなのがここに書いてあったりしますと。はい。で、まあ、タイトルと本文以外にも、ちょっと不可的に情報を追加したいよっていうこともあるかもしれません。そういう時に追加するのがこのフッターに関するルールですね。えー、っと、まあ、ちょっとフッターもいろいろこういうふうに書いてくれっていうのはざっと書いてあるんですけども、今回は例えばブレイキングチェンジっていうフッター、まあ、破壊的変更にまつわるフッターですね。と、C a l s をまあ参考にした URL とかリンクを貼って、 みたいなフッターですねであとは異臭の番号、関連している異臭の番号を追加したりとかっていうのがあります。というところで、まあ、この、えー、と変更にまつわるなんか、さらにその背景が分かるような情報をいろいろ追加してあげているって感じですねで。さらにこのブレーキングチェンジのフッターについて、えー、と別のルールがさらにありまして。はいは まあブレイキングチェンジっていうのは破壊的変更っていう意味なんですけども、破壊的変更は、えっと、介護管制のない、介護管制のない変更を行ったときがまあ破壊的変更っていうんですけども、ざっくり言うと、大きい費用変更を起こしたときですね。時とかは、こういうブレイキングチェンジっていうフッターとか、あと、プレフィックスにあの、このビックリマークというか、エクストラメーションマークを追加して、 くださいみたいなのがここに書いてあったりとかします。というところで、まあ、ざっとちょっと話しただけですけども、結構ルールいろいろあったと思いますが、まあ、これらの書かれているルールを守るとですね、こんな感じのコミットメッセージが作成できるというところで、まあ、これがルールでちゃんと書かれているのはいいかなと思うんですけど、ただ、えっ、ー、と、皆さん、こう思ったかもしれませんかね。えっ、ー、と、これ誰でもできるのかっていうのっていうのが、えっ、ー、と、これだけのルールを覚えるのがまず面倒だよっていうのは、まあ、一つあると思います。あの、 覚えるというか、まあ、徹底するのが面倒というのが正しいですかね。で、あとは、まあ、仮に自分が徹底できたとしても、他の人がね、ちゃんと覚えて徹底してもらってるかっていう保証はないかなっていうのはあります。はい、大丈夫です。そんな人のためのツールが今回ございますっていうところで、まあ、ちょっとここまではコンベンショナルコミッツの規約にまつわるものとか、その例について話をしたんですけども。 えと実際にツールを使ってコンベンショナルコミッツに沿ったコミットメッセージを作成をしていきましょうというところです。はい。で、今回、えー、とその使うツールっていうのがですね、えっ、ー、と、ラム製のコンベンショナルコミッツっていうライブラリを使用します。ちなみに、あの、ラム製は PHP 8.1のリリースマネージャーですね。はい。あとは、まあ、えっ、ー、と、UUID とかのライブラリとかも出て出しているので、お世話になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 はいでですね、どんなものかっていうとです、ねまあ、コミットメッセージ作成したり、バリデーションができるようなライブラリーですね。であとはあのキャプテンフックって言われる Git フックのマネージャーも使っているので、Git、えっと、コミットのコマンドを実行したときに、このライブラリーの,そのバリデーションを実行するみたいなこともできたりします。はいまあ、ちょっと具体的にどんなことができるかっていうのを話すと。 えっとまずはまあ対話式によるコミットメッセージの作成っていうのができます。まあ、プレフィックスとかタイトルとか、あの最初にご説明したルールのところですね。とかあとは、今回 Git コミットのコマンドを実行したときに、あのこの対話式によるコミットメッセージの作成っていうのを強制的になんか実行させるみたいなことも実はできたりします。であとはバリエーションですね。あのその コミットメッセージ、そのコンベンショナーコミットに沿ってないコミットメッセージだよってなった時に、あの、強制的にコミットを阻止するみたいなことも実はできたりするんですね。はい。というふうに結構あの強力なツールだったり、ツールというかライブラリだったりします。まあ、といってもちょっとね、実行している様子見てみたいと思いますので、じゃあ実際に、あの、動画でちょっとやってみましたというところです。えっと、まず Git コミットのコマンドを実行してみますと。こんな風に、えっと、 あの対話式でいろいろ聞かれます。まず最初は、プレフィックスは何かっていうところで、まあ、フィート、新機能にまつわるプレフィックスを追加して、で、スコープですね。あの、フィート括弧のところですね。そこを MySQL っていうところで、まあ、今回は MySQL にまつわる機能、新機能の追加をしたんだなと。で、どんなものかっていうと、MySQL の接続情報の設定をしたと。で、まあ最初にそのタイトルを書いて、次に本文ですね。ちょっと本文、今回一行だけだと思うんですけど、 まあ接続情報の詳細のとこを書いてた感じですね。であとはブレイキングチェンジ、破壊的変更があったかっていうのと、あとは、あそうですね、イシューの変、イシュのところですね、関連しているイシューの何かチェンジとかがあったかっていうのと、破壊的変更があったかっていうのですね。っていうのをまあ保存すると、まあ、実際にコミットメッセージができるようになりましたというところです。まあ、こんな感じであの対話式でいろいろ入力するだけでコミットメッセージができるよっていうところですね。 で、まあ、動画以外にもちょっと他にコミットメッセージを作成してみたのがこちらになるんですけども、まあ、こんな感じの,あのブレイキングチェンジとか、あの一周の番号とか、はい、こんなのがあれですね、さっきのツール使いながら作成することができますという感じです。なので、あのぜひおすすめです、このライブラリは。はい。で、コンベンショナルコビッツに直接活あのまつわるのは実はここまでで説明終わりなんですけども、あのちょっとおまけとしてですね、 実はさらにこのコンベンショナルコミットに沿ったコミットメッセージがあればですね、チェンジログの自動作成っていうのもできるんですね。というところで、ちょっとこのチェンジログの自動作成っていうのもえとおまけでちょっとご説明しようかなと思います。はい、ちなみにチェンジログっていうのは、まあ、あれですね、このそのライブラリでどういう変更が起こったのかっていうのをまとめてあるマークダウンのファイルとかだったりしますね。はい、で、今回、その チェンジログクの自動作成に使ったツールっていうのが、この PHP コンベンショナルチェンジログっていうツールなんですけども、はい。じゃあ、この PHP コンベンショナルチェンジログがどういうものができるかっていうと、チェンジログの自動作成をしたりだとか、あとは、セマンティックバージョニングっていうまあバージョンの管理の方法、ルールの一つですね、に沿ってまあバージョン管理をするっていうのができたりしますと。はい。で、どういうことができるかっていうと、まあ、 最初に言っているそのチェンジログの自動作成っていうのがまあできますよっていうのと、あとはまあ上げるべきバージョンを計算するみたいなのもできたりします。例えば、feet のプレフィックスだったらマイナーバージョン、フィックスのプレフィックスだったらパッチバージョン、破壊的変更があったらメジャーバージョンを上げるみたいな、そんなルールがあったりします。はい。ちょっと駆け足になってますが、作成している様子も、これもちょっと動画で見てみようと思います。 コンベンショナルチェンジログってコマンドを実行すると、おなんかジェネート、チェンジログジェネリティッドっていうところで、なんかチェンジログが作成されてるっぽいと。で、実際にマークダウンのファイルを見てみると、おなんかいろいろ書いてあるぞっていうのが分かりますと。ちょっとこれだけだとね、マークダウンのファイルなので、あの実際に、えー、っと作成したチェンジログっていうのがどういう風なのかっていうとこんな感じになりますと。はい。 えっと、バージョンが書いてあったり、まあ、ブレイキングチェンジ、まあ、社会的変更があるっていうのが分かったりだとか、あとは、各コミットの番号があったり、えっ、ー、と、シャープ2っていうのは、これ、プルリックの URL とかですね、あったりだとか、はい、っていうのがですね、なんかここまでののがあの全部自動で作成されてるんですね。手で書いて、手でなんかわざわざワークダウンて書いてるわけじゃないんですよ。なので、あのちゃんと、 コンベンショナルコミッツに沿ったコミットメッセージを作成すると,、えー、と、こんな恩恵も得られるよっていうのがあったりします。はい。駆け足になってしまいましたが、えー、と最後に、今回はちょっとペチパー会議なので、まあ、ツール向けも結構 PHP 系の製の、PHP 製のツールの紹介したんですけども、他にもいっぱいあります。Go とか Ruby とか JS だったり。ところで、はいえー、と今回の 発表がですね、誰にも分かりやすいようなコミットメッセージをかけるっていう世界に貢献できたら幸いですというところで、発表を終わりにしたいと思います。はいちなみに今回の発表に使ったリポジトリのリンクもありますので、あのちょっと試してみたいよっていう方は是非、ぜ、え、ひ、ー、使っていただければなと思います。えー、参考文献はこんな感じです。ご清聴ありがとうございました。